すごい。来た。出発。八幡平行きましょう。八幡平に到着。さあ滑りに行こう。ここの林道をずっと来て丸森尾根川を渡ってこの辺りから上がって1146m 登ってでここのピーク行きます。帰りも同じルート。蓮子ちゃんを離れて今日は源太ヶ岳の八幡平を登ります。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は泥で登ります。違う。景色もいい、人もいい、登りがある。登ったご褒美はパウダー。パウダーいただきます。チャレンジを与えてくれるんだ。雪の塊、実は氷です。で、首に落ちると頸椎もう即死で気をつけてください。ありがとうございます。岩手県に来ても青森トドマツがある。樹氷になってないけど、けどある。どこでもある。蔵王にも青森トドマツある。岩手さん笑ってる。前の方も苦笑い。あちこちなだれてますね。なだれてるわ。そこ見えてきた。あーってことは右から上がりますね。あ、なだれてる。90キロをどうやってあの山の上に登るか楽しみだ。まだまだだ。いやパンダ気分なんだけど。いやパンダまだ可愛いけどね。あともう少しここで滑る。このテントは何と言います？セルト。ああ全然違うんですね、うん、風がないから、うん、だからあの吹雪の中でもこの中でこういってあの休憩できて食事もできて暖かいですね。でもこんなここから出たら寒いんじゃない？寒い。こんな多分15度ぐらい上がるとね。でもやっぱりお尻冷たいですね。あ僕は今リュックに上がってるからですね。あなるほどね。スノーボードとかリュックに座ると暖かい。ギリギリここ5人入りますね。うん、なんとか入るね。これは一年中いつもリュックに入れて結婚します。顔温まったので次は滑る準備します。お邪魔しました。おはようございます。出れるかな。あ風ない。そして歩く。歩こう歩こう。僕はパンダのように太った。
山に無事にこうね守ってもらったらもう一回山にお礼して帰りましょう。あ、そうですね。軽く自分の心で静かに。ありがとうございます。ありがとうございました。で、お疲れ様でーす。滑った後にはこういう素晴らしい温泉で体を温める、体を温める。こんにちは。こんにちは。ここはよく来ますか？初めて来ました。初めて？初めて。一緒。友達？友達です。すごい。手で？箱田の方に取れたんですか？そうです。ああ、やっぱりね、箱田はやっぱり遭難しますよ。そうです。箱田さん、ありがとうございました。はいはい。どうも。はい。はい、どうも。ありがとうございます。すごい。一台だけ、うん、これはね、あの営林署ってこの木材出すため の、はい、あの仕事をしてる人たちが使ったバス。おー、のバスが4区なんですよ。 4×4 4書いてますね。書いてはね。その当時は自家用車はなかったですよ、4区っていうのは。こっちが早かったの。だからこれ使ってんですよ。昔除雪全然ダメでしたもん、こっち。今は除雪車が良くなりましたんで、ね、いいんですけど、もう除雪入る前に来たんだもん、どん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 。すごいですね。それはさ、そっちの道路来ました。あの狭い、そんな 坂道。あ、そうですか。この道路じゃなくて床で外が見えるんですね。風通しよくです。そっか。日本語上手いですね。いつまでも。はい、青森市にいます。あ、そうなんだ。おかしいなの。よし、じゃあ行きますか。どこまで行きますか。